突然ですが、明石元次郎なる人物をご存知でしょうか。もしかすると明石を知る方は少ないかもしれません。明石は日露戦争で日本に勝利をもたらした英雄ですが、一般的な知名度はありません。それもそのはず、彼が担ったのは情報活動、つまりスパイだったからです。そんな明石の生涯には興味深い真実が隠れていました。今回は日本の隠れた英雄明石元次郎の生涯についてご紹介します。もし興味深いと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録もお願いします。明石元次郎とは何者なのか。1864年第14代将軍徳川家茂の時代、明石元次郎は福岡藩士明石助九郎貞則の次男として誕生しました。父は1300石の大臣なので家庭は裕福でした。しかし理由は定かではありませんが、1866年に父が切腹、その後邸宅も人手に渡ってしまいます。賢母だった母のおかげでしょう。明石は非常に優秀に育ったようです。それを証明するかのように、明石は英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語を操り、陸軍のエリートコースをひた走ることになります。1877年13歳で陸軍幼年学校に入学。ここを明石は優秀な成績で卒業しています。そのまま陸軍士官学校に進み、卒業後に少尉に任官。そして陸軍大学を卒業すると参謀本部付きとなりました。その後ドイツ留学や仏印出張、米西戦争におけるマニラ艦船武官を経験した後に、明石はフランス公使館付き陸軍武官となり、翌年にはロシア帝国公使館付き陸軍武官に転任しています。ロシアでは国内の情報収集を積極的に行い、また反政府組織と接触するなどの工作活動も行いました。明石は首都ペテルブルクのロシア公使館に着任後、イギリス人スパイのシドニー・ライリーと交友を深めます。この背景には日英同盟に基づく情報協力がありました。明石はライリーを貿易商に偽装させると、戦略的要衝となる旅順に移住させます。これが見事に成功し、ロシア軍の信頼を得たライリーは、ロシア軍の情報や旅順要塞の図面などの機密情報を入手しました。こうした活動が後の日露戦争で大きな役割を果たすことになるわけです。ここでちょっと参謀本部時代の明石の人柄を表すエピソードをご紹介しておきましょう。明石は幼少の頃から身だしなみには無関心なところがあり、鼻水よだれが垂れてもそのままで、つけられたあだ名は鼻垂れ。軍人は身だしなみには厳しいというイメージがありますが、明石はそのままに成長したようで、服装などには全く無頓着でした。住居としていた赤坂の黒田屋敷に帰ると軍帽を放り投げ、そのまま寝てしまいます。そしてまだぬくもりのある帽子には猫が入って寝てしまう。翌朝起きると猫の毛だらけの帽子をそのままかぶって出かけたといいます。もちろん軍服が汚れようが擦り切れようが、埃がつこうがお構いなし。髪やひげの手入れもしませんでした。またある時のこと、
士官学校の教官をしている知人と校内を歩いていると校長に声をかけられます。その間、明石は自分の左にいる知人にぴったりとくっついていました。不思議に思った知人が尋ねると、明石の答えは、サーベルが錆びとるから。すると知人は納得したと言います。ズボラな明石の錆びとサーベルは参謀本部でも有名でした。そんな明石ですが、母親の教育の賜物でしょう。心は非常に綺麗な人間だったようです。あれほどに見た目と中身に違いがあるやつも珍しい、そう言われていました。スパイや工作員と聞くと身構えてしまいそうですが、明石の人柄を知ると良い意味で期待を裏切られ、なんとなくほっとする。明石とはそんな人物です。日露戦争勃発、明石の活躍。満州、そして朝鮮半島の権益をめぐりくすぶっていた日本とロシア帝国の関係。明治37年にそれが爆発、日露戦争が開戦します。実はこの日露戦争ですが、戦前予想としては帝国ロシアに日本が勝てるはずがないというのがもっぱらの意見でした。しかし結果は予想を覆し、日本が勝利します。なぜ日本が帝国ロシアに勝利することができたのか、そこには前述のように明石の活躍があったわけです。日本の勝利に貢献した明石の活躍とは一体どのようなものだったのでしょうか。まずはロシア側の情報収集と旅順要塞の図面の入手が挙げられます。そしてロシア国内の反政府組織と接触し、その活動を支援したことも大きいでしょう。米西戦争に艦船武官として参加した際に、アメリカが直接スペインと戦わず現地の独立運動家を援助し戦わせる光景を見ていた明石は、それを日露戦争に応用しました。日露戦争が開戦すると、明石は活動拠点をスウェーデンのストックホルムへと移し、欧州駐在参謀という臨時職に就きます。その際に支給された工作費用が100万円、現在の価値に直せば100億とも400億とも言われますから、日本軍の明石に対する期待の大きさがわかるでしょう。明石はこの工作資金を反政府組織に提供します。当時のロシアでは独自に革命を目指す組織のほかに、ロシア支配下に置かれたフィンランドやポーランドなどの独立を目指す組織が存在しました。明石の協力を得たこれらの組織は、デモやストライキ、鉄道などの破壊活動、武装蜂起を起こし、後方拡乱を活性化させます。こうなると、ロシアは日本との戦いに集中できません。さらに、戦地のロシア軍に対して、国内の反乱や反政府運動が活発になっていることを伝えるビラを撒き、揺さぶりをかけます。こうして、ロシアは徐々に劣勢に立たされていきました。すると、ロシア内部では内務大臣プレーベの暗殺が起こり、またこうした不安が続いたことで、当初戦争に肯定的だった国民にも否定的な感情が芽生え始めます。そして、血の日曜日事件をきっかけにロシア第一革命が始まると、もうロシアは国としての機能すら危うい状態となります。日本海海戦でバルチック艦隊が敗北すると、もはや戦うことも不可能となり、アメリカの仲介によりポーツマス講和条約が結ばれました。明石の活動は目に見える派手なものではありません。しかし、ロシア内部を不安定にさせ、国力を低下させたことが
帝国ロシアの敗戦、早期の講和に導いたことは確かです。明石の戦略の成功には彼の地道な活動がありました。ロシア公使館時代から人々の話に耳を傾け、政府に対する不安や不満などを知るように努めました。このロシアを理解しようとする地道な明石の活動が功を奏したと言えるでしょう。当時ロシアの支配下にあったフィンランドの反ロシア組織の中心人物から、このままとどまって我々と共に戦ってほしいと懇願されました。しかし明石は、私が反ロシア革命運動を援助してきたのは祖国日本を勝利へ導くためだ、日本の軍人は天皇陛下に忠誠を誓っている、だから私は社会主義者にはなれない、君たちとあの巨大なロシアと戦ったことは私の誇りだと言い残し、日本へ帰国しました。この明石の活動を陸軍参謀本部次長の長岡外氏は、陸軍十個師団と等しいと認め、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世は満州の日本軍20万人に匹敵すると舌を巻いたといいます。ちなみに支給された工作費用のうち、実際に使われたのは73万円でした。残金に関しては返金指令はありませんでしたが、明石はこれを明細書を添付し返金したとのこと。ここにも明石の人柄が現れています。日露戦争後の明石。明石を知る人の多くは、前述したように日露戦争の立役者としての彼だと思います。実はその後の朝鮮や台湾での彼の活動はあまり知られていません。日韓併合の際には明石は現地の治安維持に尽力し、劇的な改善を成し遂げました。これにより日韓併合がスムーズに進んだと指摘する声も少なくありません。また初代韓国統監の伊藤博文が暗殺された際には、犯人アン・ジューコンに関する調査なども行っています。大正7年、明石は第7代台湾総督に就任しました。ここで明石は現地を見回り、台湾の人たちを知り理解しようと努めます。これはロシアで明石が地道に行った活動と似ていますが、この時は立場そして目的が全く違います。台湾総督として、台湾を良くするため、台湾の人たちを幸せにするため、明石は台湾を日本と同じ国だとの意識で改革開発に取り組んだといいます。鉄道の整備、河南銀行の設立、洪水対策や水力発電の整備として、八田余一が計画した河南大衆の建設予算を獲得することに尽力しました。これら以外にも司法制度や教育制度の改革も行っています。特に教育制度には力を注ぎ、義務教育制度の導入や多種の学校の建設、さらには日本人と同じ教育を台湾人も受けられるようにして、帝国大学進学の道も開いています。実はこれらはすべて明石が台湾総督となってわずか1年ほどで手掛けたものです。ところが大正8年、明石は日本に向かう途中の船内で体調を崩し、ふるさとの福岡で人生に幕を下ろしてしまいます。享年55。台湾での1年は台湾のために、そんな明石の執念さえ感じられます。晩年ロシア革命を手助けしたことによって、日本にとってさらなる脅威となる共産党政権、ソビエト連邦を生み出してしまったと後悔の念をにじませていたそうです。
明石は、世の死体はこのまま台湾に埋葬せよ。未だ実行の方針を確立せずして、中途に倒れるは潜在の根治なり。世は死して、五国の鬼となり、大民の鎮護足らざるべからず、との遺言を残していました。その通り、明石の遺体は台北の日本人墓地に埋葬されました。現在は、明石の墓は、新北市にあるキリスト教墓地へと改装されています。元の日本人墓地は森林公園となっていて、そこには今でも明石を偲ぶ碑石が置かれています。こうした対応からもわかるように、台湾のために尽力した明石は台湾の人々に慕われました。彼の功績は内外でも評判となり、台湾総督を終えたら総理大臣にとの声も上がったといいます。今なお残る日本の弱点。台湾で功績を挙げ、次は総理と推す声もあった明石でしたが、実は日韓併合から台湾総督となる間に冷遇の浮き目にあっています。そしてそのことが、その後の日本、今現在の日本の弱点となったとされています。どういうことなのか。日韓併合後の大正3年、明石は参謀次長となるものの、その後すぐに熊本の第六師団長へ左遷されてしまいました。明石が左遷された理由、もちろんこれには様々な要因があり、どれか一つをとって決めつけることはできません。ただその一つとして、陸軍内部に存在したスパイ活動を忌み嫌う風潮が挙げられます。日露戦争の勝利を見れば、諜報活動の重要性は理解されてしかるべき、そういう考えがある一方で、スパイ活動の否定派が存在したのも事実です。一説には、明石自身が単独行動を好み、組織でうまく立ち回れなかったことがスパイ活動否定派を勢いづけてしまったとも。そして日本史上最大の謀略戦を成し遂げた明石の左遷が、情報将校の出世を阻み、情報軽視の風潮につながってしまいました。これは世界情勢からすれば逆行です。事実、明石の情報戦略に苦渋をなめたロシアは、ソ連となってからは情報戦略を重視しました。その結果、第二次世界大戦で日本は苦しめられ、ご存知の通り敗戦国となりました。情報戦略をしっかりしていれば、結果は違ったかもしれません。そもそも無謀な戦争をしなかった可能性すらあります。そして情報戦略を軽視したツケは、現在の日本にも回ってきています。情報戦略を施す国からすれば、日本はスパイ天国なのだとか。情報化時代となって久しい現在においても、国家の危機にあまりにも無防備な日本、平和と言われる今、それはいざという時の安心が担保されなくては意味がありません。だからこそ、命の危険を顧みず日本のために尽くした明石元次郎の存在を、そして明石が日本のために成し遂げた偉業を、日本国として今一度再確認すべきではないでしょうか。さて、今回の動画はいかがでしたでしょうか。ご意見などコメント欄よりお聞かせいただけたら幸いです。またこの動画が役に立ったと思われたら、チャンネル登録をお願いします。